岩松正文です身近な人の話をちゃんと聞きたいと思っている人のために楽に話が聞けるようになる聞き方傾聴の講座を開催したり講師の育成をしている心理カウンセラーです今回のテーマは「需要とは〇〇を作ること」ということでまずお知らせです。このの収録をしている翌週の7月19日日火曜日夜8時から 安全に学べる慶長のロールプレイ練習会を開催しますいろいろロールプレイ練習会を見ていますとオブザーバーの方からの指摘が厳しすぎたりちゃんとしたファシリテーションを受けられなかったりして結構練習した後傷ついてる人がいるんですよねそういうことがない安全なロールプレイの進め方を学びながら実際に練習ができるそういうロールプレイの練習会になっています概要欄にリンクを入れておきますのでよかったらチェックをしてみてくださいでは今回のテーマ 需要とはまるまるを作ることということで最近本当に傾聴が有名になってきてくれまして傾聴の基本的な態度ということで一致・需要・共感っていうのがあるんですけれどもそれも知っている方がすごく増えてきてくれましたで、言葉は知ってるんですけどじゃあ説明してみてくださいって言われたら説明できるかっていうとまだちょっと難しい方もいるのではないでしょうか 今回はその中で「需要」に焦点を当ててお話をしたいと思っていますが「需要」という言葉はもともとカール・ロジャースが言ったアンコンディショナルポジティブ・リガードですので「需要」という漢字で理解してもその内容はよく分からなくて「アンコンディショナルポジティブ・リガード」 無条件とと積極的関心がが何ををわんとししててているるののかっていう理理解解た時に初めてちゃんと理解ができるわけです、まあ、今回はその小難しいところはちょっとなしにして考えてですね「まあ、需要」という言葉で皆様はどんなふうに想像しやすいかなと考えてみますとまあ相手を責めないとか批判しないとか非難しないとかそういう印象を持たれるのではないかなと思います。 で感覚的にはそれは大きくずれていないんですけれども、もうちょっとですね、正確に言うとですね、その無条件の積極的な関心ですから、積極的に関心を向け続けるってことが一番大事なポイントになるんですね。ですから何々しないというよりも関心を持ち続けるっていう危機側の姿勢ですね。これがとても大事になってきます。まあそうは言っても、なんとなくの感覚としてはね、相手を批判しちゃダメなんだなとか、 価値判断しちゃダメなんだなっていうのは、まあ、大きくも間違ってはないんじゃないかなというふうに思うんですね。で今回はその理解でもいいんですけども、ちょっとそこに違う視点を加えてご説明をしたいと思うんですね。需要とは何かといったときに、こんな考え方もあるということです。需要とは、聞きで自身の中に相手を受け入れるスペース、空間ですね。これを作っておくこと。これを需要と呼ぶのはいかがかなと。 私は思うんですよねなんか「需要っていうと「需要してあげる」っていう感じで何々してあげるこれ「doing って言いますけども「doing で考える方が非常に多いんですがこれだととちゃんとした関係性ってできないと思うんですねいわゆるラポールを作っていくって時に、えー、聞いてあげる受け入れてあげるとかね受け止めてあげるとか批判しないであげるとかね何々してあげるだけだとこう2人の関係性にならないんですよね。 で私は需要っていうのはどういうふうに捉えてるかと言いますとまあもちろん批判しなかったり非難しなかったり価値判断しないってことをするんだけどそれって結局何のためにしてるかってそこが大事でそれは私的には自分の中に相手をを受け入れる空間を作っていくってことこですで。その空間を相手の方入ってきてもらってそこがくつろげるような感じでねいい場所だなと感じてもらえると対話が 深くく進んんででいいっていう感じがするんでするねだから何々してあげるというよりはこっちに入ってきてもらうっていうねそういう感じが僕は重要なんじゃないかなというふうに思うんですね。どうでしょうか今これ聞いてらっしゃるあなたは話を聞く時に自分の中に相手が安心できるスペースを作るそういう感覚で話を聞いてらっしゃる方はいるでしょうか。意外ととね受け止めてあげると まあ、キャャッチャーのように野球でいうキャッチャーのようにバシッと受け止めるこれももちろんなくはないんだけどもそのためにもですねそのキャッチャーミットに該当する部分って実は聞き手自身の中にある空間ですねここで受け止めていくわけですのでまずはねちゃんと入ってきてもらうということが大事かなと思うので需要というのは批判非難審判しない姿勢これも OK です。あとは 相手の、ね、精神的な世界を理解しようということで積極的に,安心をに相手に関心を向けて関わっていくこういう姿勢これも重要で OK だと思うんですけどそこにもう一つですね聞き手の中に相手を受け入れていく空間を作っていくことこれが重要のもう一つの意味というのを足してみてください。今回のお話は参考になったでしょうか。ではまた次の収録でお耳にかかりましょう。